マコネです。LGBTQ の Q、クイアのマコネです。今日も朝片道40分歩いて出勤するという名のダイエットウォーキングしながらダラダラ食べていきます。で、今日のテーマはですね、私のね、昨日お父さんについての思いをね、ちょっと語ったので、今日はお母さんについての思いを語りたいと思うのですが、その前に、今日はですね、なんか、あったかいね。外の空気がすごいあったかい。そう。なんか、台風が来る前の暖かさっていうくらいな感じで、今年多分こんなに暖かい朝は初めてなんじゃないかな。で、もう一つあって、もう一つは、毎年なんだけど、私ね、10月の末ぐらいになると、いつもさ、まあドラッグストアで売ってるようなね、そんなに高くないけど、ちょっと可愛い感じの、もこもこの手袋を買うの。毎年。なんで毎年かっていうと、実は毎年、3月ぐらいになると、なくすのよ。ひどい時は、まあ、そういう1年にね、2回なくした時もあるんだけど、今年も旅立って行っちゃったんです。なんかね、3日ぐらい前から、どっかに置き忘れたってことはないと思うんだけど、なんかね、見つからないんだよ。部屋中探してもないの。私の部屋なんかさ、4畳半、6畳あるのかなぐらいの大きさで、それに、ちっちゃいキッチンと、1畳ぐらいの廊下と、1畳半ぐらいのお風呂と、バスがついてるって、ほんとちっちゃいさ、もともとね、女性しか入れなかった、マンションの一室で、そう、まあ、駅から近いし、コンビニも近いしね、立地はすごいいいんだけど、まあ、とにかく狭い。まあ、大きい平たかった鏡があったりとかしてね、便利は便利なんだけどね。そう、そんなところで生活してるんだけど、狭い中で、探しまくっても、ない。どこ行ったんだろう。まあ、私ね、結構なくしてもね、後からひょっと出てくるとかさ、そういうのあるから、まあ、ここ2、3日でパッと出てくるんじゃないかなと思ってもいるんだけど、でもね、歴代の手袋さんは、1枚も、1足も帰ってこないのよ。だから、今回の子も、帰ってこないかも。今年もさ、寒い中一緒に歩いてさ、もこもこの雪の中さ、わざわざさ、なんか、私が雪の中歩くの好きだってだけで、どて一緒に歩いてさ、雪だらけなりながら一緒にさ、片道、真冬なんかさ、40分じゃない、50分以上かかってて、時間かけて一緒に通ったのにさ、でも、みんな3月になると消えていくんだよ。どこ行ったんだろう。どっかでさ、寂しい思いをしてるんだなと思うと、ほんと申し訳なくてさ、お父さんにしろ、なくしたにしろ、誰かに拾われて使ってくれるようなさ、もんだったらいいけどさ、まあ、拾った手袋とか、例えばさ、人ってさ、ぐちゃぐちゃになってる手袋とか見たらみんな捨てるでしょ？私も捨てるもん。だからさ、私が自分の手でさよならしたわけじゃなくて、私の手からスルッと抜けていってさよならしたのはね、ちょっと寂しいな。いや、ものすごい寂しい。まあ、そんなわけで、寂しいと言いながらも、今日のテーマ、お母さんについての思いをお話していきたいと思います。まあね、うちのお母さんはね、看護師さんでした。うん。で、うちのお父さんもお母さんも、長男長女で、長男長女同士の結婚だったみたいね。で、お見合い結婚だったみたい。私はね、自分でお見合いを受けしたことないからよくわかんないんだけど、まあ、お見合いして、計算上ね、お見合いして、お見合いしてすぐに私はもう身ごもってるぐらいの計算なのよ。お母さんが言うには、結納したくないのって言うんだけど、お父さんが言うには、まあそういうこともあると。まあ、命中率が良かったみたいで。そんなわけでね、
二人が結婚したんだけども、で、私が生まれたんだけど、そのね、結婚に至るまでのエピソードもね、まあ、子供ながらに聞いてて、お父さんかっこいいなって、そう、お母さんもすごいなって思うことはいっぱいあるんだけど、まあ今日はね、お父さんの話じゃなくて、お母さんの話っていうことで。まあね、お母さんも、気丈な人だけど、まあ、なんだろう、引っ込み思案っていうかね、まあ、内気な人ではあるんじゃないかな。あんまりね、積極的に友達と遊びに行くとかそういうタイプではなくて、なんか、家でさ、ドラマ見たり映画見たりっていう感じの人で、まあ、女の子らしいことするんだよ。そう、でもね、女の子よりも、もしかしたら男性性がちょっと強いのかなって思う感じの人かな。本人がさ、いや、まあ、お父さんと同様さ、お母さんとももう、1年以上会ってないし、もしかしてもう、ねえ、もう、お年も年で、お父さんが旅立った後に一人で寂しい思いをしてるのか、弟が沖縄に連れて帰ったのか、ちょっと、私はさ、本当にひどい人だからさ、お父さんお母さんと弟ともみんな縁切っちゃったから、どうなってるかわかんないけどさ。でも、お父さんもお母さんも大好きなのよ。すごいお父さんとお母さんだなって、いつも思ってる。で、タイトルにあった通り、そう、これね、スポーンを見てる人が聞いてる前提でお話してるからさ。あとから YouTube で見た人は、ん?って。サムネと、多分ね、スポーンのタイトル画面、タイトルの絵と、YouTube のサムネはちょっと違うんだよね。作る時間がちょっと違うから、なんか気分でね、また書いてあったりするわけよ。だから、もしかして、YouTube で聞いてる人は、俺、サムネ、そんなこと書いてあったっけねと思うかもしれないけど、スポーンのサムネは、私はお母さんになりたかったって書いてあるの。でもそうなの。私はね、小さい頃からお母さん見てて、お父さんもお母さんもさ、三交代でさ、ちっちゃい頃はね、おじいちゃんおばあちゃんが面倒見てくれたんだけどさ、やっぱ、なんか、今でも覚えてるよ。お父さんがさ、おばあちゃんにさ、すごい罵倒してたのとかさ、クソばーとか言って怒ってたのとかさ、まあ、私がね、もうに、シチュエーションがわかんないからさ、なんとも言えないし、仕事はてね、帰ってきて寝てばっかりいるお母さんにさ、なんか留守リングでさ、私幼稚園から帰ってきた時かな、小学校から帰ってきた時かな、覚えてないけど、お父さんがさ、フルスイングでお母さんをさ、叩いてるのを見ちゃったことがあってさ、もうショックでさ、お母さんの実家のさ、おばあちゃんに電話してさ、どうしようって泣いたのもあったな、そんなこともあったな。だから、二人の関係って、まあ、ちょっともう、子供でも、わかんない。私の知ってるさ、晩年というか、今は、なんか、まあ、お父さん、まあ、お母さんの手の上で転がされてるふりをしてるお父さんみたいな。でも、コントロールしてるのはお父さんみたいな。お母さんは、ただちょこっと乗ってるだけみたいな。まあ、いいバランスなのかな、なんて思って見てたけど、まあ、ただね、私はね、やっぱ、仕事の時も頑張ってて、育児でも頑張ってて、やっぱりね、お母さんとさ、ごろっとしながらさ、お母さんの、お腹のあたりでね、しがみついてさ、寝てる記憶とかさ、やっぱあるわけよ、私もちっちゃい子の記憶。時間がない中、手編みで編んでくれたさ、毛糸のさ、毛布をさ、お母さんが作ってくれた毛布をね、私はね、やっぱ小学生、中学年ぐらいまでずっと大事に持ってたりしたかな。もうボロボロだから捨てなさいとか言われたけどさ、嫌でさ、
こう、なんかさ、時間がなくてもけなげにさ、一生懸命私はさ、弟のことを大事にしてくれたさ、お母さんってやっぱすごいなと思ってて、そう、ね、ちっちゃい頃からそんな姿を見てたからさ、大きくなったら、私もお母さんになりたいと思ってた。そう、でもさ、私がね、他の人はわかんないよ。他の人はわかんないけど、私が現実に気がついたのは結構早くてさ。そう。まあみんなそうなんだろうけどさ。私もね、小学、幼稚園の頃には、私がさ、男の子と女の子、男と子と女の子、じゃあ、区切れない中間のところにいる存在だなっていうのは、なんとなくね、幼稚園の頃には分かった。同時に、世の中に男の子もいて女の子もいるってのももちろん幼稚園の頃には分かってたしね。そう。だからさ、私はさ、お母さんと風呂入るじゃん？お母さんと風呂入るとさ、お母さんにはさ、私と同じさ、のがないわけよ。お父さんにもあってもお母さんにはない。そう。で、お母さんのあそこはどうなってるんだろうってすっごい気になって、もうお風呂入るためにじーっと見てたような記憶がある。そう。でもさ、まあ、割とさ、綺麗に、パイパンの人ってさ、今は、日本でも多いのかな？海外だとさ、パイパンの女性結構いるじゃん。で、当然さ、小さい頃だから、同い年ぐらいの、同学年の子た、女の子たちは、やっぱ、トゥルントゥルンなんだよ。でもさ、女の子がさ、まあ、私も田舎だったからね、ちっちゃい頃なんかさ、普通に道路の脇とかでさ、女の子とかがさ、シーっておしっこしちゃうわけよ。そういうのさ、思わずじっと見ちゃうんだよね。だって、おちんちんないのにどっからおしっこ出てるかわからないんだもん。そう。で、どうなってんの？あの子の体は？みたいな感じで、もう興味津々で、じっと見てたんだけど、そう、結局わかんないでさ、お母さんのね、そう、パイパンじゃなかったんで、まあね、全部隠れてたし。まあそこら辺ね、兄弟にさ、妹でもいれば全然違ったんだろうけど、まあそこら辺はね、私はね、残念ながら、弟がいるだけだったから、うん。しかも、イケメンの弟がいるだけだったから、なんとも言えなかったけどね、ちょっとね、そういうからなんか雑音が入ってるかもね。ちょっと、マイクにちょっと近づけて喋ってるかな。それでね、お母さんにはなりたいけどさ、私は男の子だし、もう赤ちゃん産めないっていうのは、早い頃にもう気づいてるんだよ。そう。でもさ、幼稚園の頃は良かったの。私がさ、通ってた幼稚園は、どっちかというと、まあ、便宜上そうだったんだろうけど、男の子も女の子も、昔ながらのね、紺色のブルマだったの。だから、幼稚園にいる分には、ね、幼稚園のさ、制服みたいのも、みんな同じ色だったし、そう、だから、男の子女の子あんま気にすることもなかったんだけど、まあ、小学校入るとね、もうさ、体操着から違うじゃん。制服から違うじゃん。もうさ、そっか、みたいな。そうだよね、って、分かってたけど、みたいな感じになってくるわけよ。そうするとさ、まあ、誰かに言ったこと、好きだったね、男の子にね、お母さんにやりたいんだけどさ、なんて話をしたことあるんだけど、お前男だから無理だよ、なんて言われたの、よく覚えてる。さあ、まあ、分かってるよ、そりゃ。それでも、お母さんになりたいっていう思いは、ずーっと、多分今もある、うん、でもさ、よく考えると、なる手はあったよ。まあ当然さ、赤ちゃんを産むことはできないけどさ、そう、お母さんって呼ばれる存在になろうと思えば、なる手段はあった。でも、今はなってないよね。うん。そう、そしてこれからも、お母さんって呼ばれる存在になろうと思えば、なれると思ってる。まあ、いろんな方法あるじゃん。そう。
だって世の中世界のお母さんって呼ばれてる人もいればさ、どこどこさんのお母さんって呼ばれてる人もいるし、お母さんって単純に子供がいる人がお母さんって呼ばれるわけじゃないと思うのね。だから、子供を産んで育てられるお母さんにはなれないかもしれないけど、そう、誰かの、何かのお母さんには、私はまだなれると思ってる。だから、そう、まあ、ちょっと前の、ポッドチャットでもお話したけど、ほんとね、ここ、何年か、何年かじゃないね、もしかしたらここ10年ぐらい、私の時間はさ、ネパールから戻ってきて、そう、まあ、東日本大震災が過ぎ去った頃から、まあ、10年ぐらいは止まってたんかもしんないね。で、ここ来て、そう、途中で写真集をババって出して、写真で、写真をもっと頑張るんだと思っても、なかなかさ、なんだろう、モチベーションが下がった時に維持できなくてさ、それで、挫折はしてないけど、まだ現在進行形で、挫折はしてないけど、立ち止まったりして、今は、ポッドチャットをやってるって感じじゃない？だから、これからもさ、上り下がりなんかいっぱいあるわけよ。と、生きてる限り、私もそうだって、みんなそうだと思うんだけど、いい時も悪い時もさ、必ずあるからさ、だから、これから先どうなるかは、そんなわからないけど、でも、私は、うちのね、お母さんみたいなね、ほんと素敵なさ、お母さんになりたいと思って、これからも、少しずつ、前向きに歩いていこうと思っての。うん。まあ、それだけにね、お母さんに私のことをまるっと認めてもらえてないっていうのは、ねえ、もう今は認めてるのかもしれないけど、やっぱね、あるわけ。そう。まあね、その、私とさ、家族が断絶したっていう、その、エピソードがあって、私がね、大阪でお仕事してて、ちょっと用意して長く帰ってきたの。その時にさ、ワンピースで帰ったわけよ。そしたらさ、もう、開口一番にさ、そんなお前は見たくない。家から出ていけって言われて、わかった、もう二度と帰って、もう二度と、近寄らないからって言って、出たっきり、私はね、そう、それっきり、私は、実家のあるね、ところには近づいてない。そう。だって今、ここ、今歩いてるさ、この橋の上からでも、実家のところまで行こうと思ったら、30分歩けば着くんだもん。でもそんなところでも、実家には全然近づいてないっていうのが、まあそんな理由でね。まあ、お母さんもさ、勢いで行っちゃったって思ってると思うんだよ。で、その時お父さんもさ、誰も止めてくれるわけでもなくて、そう。で、後悔しもしてると思うんだ。そう、彼女も後悔してると思う。私も後悔してる。でもさ、まあ乗り切れないというか、そこをさ、ポンって飛び越えることができないのも、まあ、本音でさ。そう、今は、そう、お父さんとお母さんが、まあ、元気でいてくれればね、たとえね、もう二人とも亡くなったとしても、元気で見守っててくれればいいなとか思ってる。私は知ってるもん。そう。いずれ私が亡くなった時に、また会えるってこと知ってるもん。うん。だから、何も心配しない。寂しくもないし。後悔はあるけどね。私の後悔はちっちゃいもので、きっとね、お母さんとお父さんの後悔の方が大きいと思うんだよ。そう。それだけにね、かわいそうなことしたなって、してるなと思ってるよ。シミッとした話をしてたんだけど、全然違う話ね。そう、なんかね、昨日、一昨日ぐらいからすごい疲れるんだよ。歩いてて。靴のせいかなとも思うんだけどさ、なんだろうね。食べ物は極端に変わったってこともないわけ。そう、普段と同じ食生活で、大体同じ時間に寝てるんだけど、先週の後半ぐらいから、ね、反省会でちょっと喋ったけど、
全然寝れてなかったのね。でも、まあね、半終わって、やっぱ、日曜、違うな、土日月、今日月曜日か。そう、土日ぐらいはね、もう結構しっかり寝れてるのね。データ上もさ、80%、ね、快眠度 80% ぐらいな感じになってて、いや、これはオランダ人に負けないぞ、みたいな。それくらい寝てたんだけどね。そう、まあその疲れがさ、ね、眠れなかった疲れの蓄積が来てるのかな、なんて思ってるの。まあ今ちょっとちらっとったんだけど、私のさ、睡眠監視アプリによると、なぜかね、あちこち国のその、平均、快眠度、パーセンテージが出るんだけど、ね、世界で一番ね、いい眠りをしてるのは、オランダ人。そう、データ上ね。なんでだろうって、なんでだろうって気になってさ、そう、思わずチャット GPT にさ、聞いちゃったよ。なんでオランダ人の快眠率がそんなにいいんだって言って聞いたらさ、やっぱね、オランダって眠るっていうことに、ものすごくね、シンパシーを、なんかすごく大事にしてるみたいで、日本ってさ、まだまだそうじゃないじゃん。で、チャット GPT によるとさ、オランダ人は、静かな部屋で、部屋を真っ暗くして、周りと全然音を遮断して、眠るってことをするらしいのね。そのために家も作られる、そういうために家も作られてるし、眠ることを大事にして、社会生活リズムができてるらしいんだよね。そして、オランダ人は、普段からさ、車じゃなくて自転車で行動するのが多いらしくて、やっぱね、疲れもあって、すっと眠れるって、チャット GPT が言ってたんだけど、なんか、お前ちょっと今日精度悪くねえかみたいな、そんな感じもしたんだよね。なんか、それにしてはなんかなぁ、って思って見てたんだけど、そう、私もね、今日の快眠率は78%ぐらいで、いや、ここ最高、ここ最近の中では最高だよね。まあ、データ取り始めてなったら2番目ぐらいに良かった。まあ、だからさ、私も疲れてればさ、眠れるんだろうけど、ねえ、なんて言うだろう。ここのさ、片道4分のさ、ダイエットウォーキングさ、ぶっちゃけ話しながらダラダラ歩いてるわけよ。そう、ほんとね、まあ、全力でさ、ダイエットウォークらしくね、ダイエットウォークってさ、1分間に100歩がいいみたいね。そう、あ、でも1分間に100歩ぐらい歩いてると思うんだけどな。それからのスピードで歩くと、まあ結果がいいみたいな感じで。うん。でもちょっと早めの早歩きの方がいいのかなと思うんだけどさ、早く歩くとさ、まあ、疲れるというかさ、おしゃべりがさ、もう息切れ、息切れちゃう。それもさ、さすがにどうかなと思うんでね。あんまりゆっくりも歩いてないけど、だらだらって歩いてるかな。で、帰りはさ、明るいからさ、写真撮りながらタラタラって歩いてるわけよ。そうそうそう。まあ私のね、インスタのさ、まあこれでもコムの方を見た人はさ、私のメインのさ、写真であるストリートフォトグラフィーのさ、写真見たことあるかもしれないかもしれないけど、私はさ、人がこの世界にいるこの瞬間の記憶を、ね、してるから、まあ人が近づいてきたりとか、人がいる瞬間って、大好物の人だったらさ、でもそういうのってさ、狙いながら自分も動いてないと巡り合わないわけで、だからもうのんびり歩きながらスマホを握りしめて、いつでもカメラをシャッター切れるような状態でね、そう歩きながら撮ってると、帰りもだったらみたいな、来るときは40分ぐらいで着くけど、帰りは確実に1時間かかってるもんね。まあ、あっちちょろちょろ、こっちちょろちょろしながらだからさ。そうやってるうちにね、もうダイエットウォークなのか、ただの暇つぶしなのか、わかんなくなっちゃう。ただね、私はさ、YouTube の編集とかさ、まあ、元チャットのさ、発信とかさ、この朝の
スポーンの発信は職場についてちゃちゃって準備しながらちゃちゃっと発信してるの。だから私のさ、今日の声一番最初に切るのはスポーンなの。でもさ、それ以外の配信は全部パソコン使って編集してるし、パソコン使ってアップしてるのね。そう、ポッドキャストも YouTube も、そう、マコイズムも Vlog のマコトもマコネもみんなそう。だからさ、パソコンの前にいることが多いんだけど、でもね、私はね、私のパソコン作りは、まあ、だけというか棚をねちょっと改造しただけなんだけど、立って使うタイプなの。だから私もね、家で何か作業してるときは、まあ、ずっと立ってる。うん。で、だいたい帰るとまあ10時ぐらいになるんだけど、まあ、10時ぐらいからご飯準備して、ね、ご飯準備しながらお腹減ってればね、ご飯できたらもうすぐ食べちゃうし、まあ、お腹すなければもうちょっとね、12、11時半ぐらいまで待って食べるようにするんだけど、まあ、その間もずっと立ちっぱなしだから、そう、まあ今はね、なるべく座ったり横にならないようにはしてる。うん。だって横になるとさ、もう眠くなっちゃうのも。うん。そう、ご飯食べた時、食べた時はさ、やっぱりさ、椅子に座るよ。椅子に座った後に、お布団にね、かかって、ゴローンとしたらいいや。すみたいな。YouTube とか見ながらとかやばいね。ご飯食べて、ちょっと30分ぐらいちょっと休憩しようと思ったら、とか寝ちゃって、気がついたら1時間寝ちゃったとか、また寝れないよとか言って、悩んでたりする。お母さんの話はどこ行ったって感じだね。まあこれが、そう、まあ顧客との醍醐味だと思って。そう。で、ちょうど今橋を渡り切って、まああと10分ぐらいで着くのかな。まあね、まだ、今日そんな天気は悪くないんだけど、今日は曇りなのかな。月様はあれいないね。もう時間も時間だからかな。で、何にも、雲がなければ、東の空がしらっと明るくなり始めてる時間なのよ、この季節で。うん、でも今日は真っ暗だね。で、真っ暗でもね、まあ、ちょっと前のね、雪が残ってる頃はこの時間さ、歩いてる人が、本当朝から出勤する人たちだけ、そう、車使わないで出勤する人たちはさ、朝早く、もうバスが運転しないから、歩いていくって人もいっぱいいるの、結構。そう、私はその歩いてる人たちを見て、あ、私も歩いていこうって思ったんだけどさ、自転車見たいみたいな感じなんだけど、うん。で、今、歩いてるさ、田の川の天井の土手の上とかも、すごいいっぱいいろんな人がね、昼間の歩いたり走ったりしてるんだけどさ、このね、とてもね、ちょっと前までね、真っ暗だと人、真っ暗でさ、雪あったらもう誰もいないんだけど、この時間ね、でも最近はね、真っ暗の中ね、走ってきたり歩いてきたりする人結構いてる。もう私もそうだよね。ただ私はさ、ちょっと白っぽい明るげな服を着てるから、もしかしたらちょっと遠くからもでも見えるかもしれないけど、そう、まあ真っ黒げな服着てさ、走ってくる人とかさ、走ってる人とかね、走り慣れてる人とかは、なんかね、やっぱ明るい、なんか、ライトみたいなの持って歩いてる人、走ってたり歩いてる人いるんだけど、そう、真っ暗の中でね、なんもさ、持ってないで、走ったり歩いてたりする人と、たまにね、10メートルぐらいになって、ようやく気がついて、ああ、と思う時あるの。自転車の時なんかさ、私はライトついてるじゃん。でも、前から来る人さ、何もつけてないと、何も受けなくて、ぶつかりそうになったこともあるよ。そう。だからね、ほんと、この真っ暗の中でさ、歩く人は、ちょっと、なんか、明かりなんかをつけてほしいよね。いや、ちょっと私もそうだな。ちょっと、帰り100均によって、100均の電気のランタンを買っていこうかな。最近さ、キャンプ系の YouTube とか見てると、100均の、電気のさ、ランタンが、
ちらほら、ちらほらさ、出てて、私がよく行くさ、百均にもあったんだよね。ちょっと見てみようかな。あれをさ、夜カバンにつけて歩いたら、まあ、暗い中でもね、遠くからもう人なんか歩いてるなってぐらいは分かってくれるかな。そう、そうやって、自分を守らなきゃ。そう、またお母さんの話からずれてしまったね。でも、私はね、本当、お父さんとお母さんを、が、本当私を大事にしてくれたのはよく分かってる。うん。で、大事に思ってくれてるのもよく分かってる。それに背中を向けて、いつになっても歯向かってるのは私っていうのもよく分かってる。そう。だから、ひどいやつだなと、皆さん思ってくれても、はい、その通りですって、まあ、受け入れるよ。でね、昨日の話じゃなくて、まあ、昨日のね、日記的な話なんだけど、昨日のさ、まあ、仕事終わって帰ったのは、やっぱり10時ちょっと前ぐらいだったんだけど、なんか昨日はね、やっぱ疲れちゃっててさ、まあ、あれやろう、これやろうって一応さ、やる前にね、仕事帰ってからさ、これやろうっていうメモしてるんだけど、昨日は何もできなくて、まあそういう時はさ、その前の反省会で、もう無理だと思ったら、もう無理しないで休もうと思ったっけ、昨日は休んだんだよ。うん。でもね、同時にね、まあそこがね、なんか昨日調子悪くてっていうか、今までさ、私はもう自分のパソコンのハードディスクパンパンなんだけど、SSD ってパンパンなんだけど、外付けのハードディスクをずっとつけてたんだけどさ、そう。パンパンになるとさ、外付けのハードディスクを自分のパソコンのハードディスクと同じように認識させて動く機能があるみたいね。それでさ、なんかその機能があるの知らなくて、たまたまちょっと触った時にその機能が発動したらしく、なんか今までさ、もうパンパンすぎて Windows の更新できませんって言ったのに、ハードディスクを使ってさ、そして再起動しなさいって言われたら再起動しかけたらさ、ISO データを入れたら、もっとポンパン。何も動かないみたいな。そう、起動かけても、インストールするために起動かけても、わずかチラッと数十秒画面が出ただけで、シャットダウンみたいな。中断みたいな。何が原因かよくわからない。絶対さ、バーチャルボックスが言ってる、まあ、ベースのね、ホスト側のさ、SSD よりはパンパンすぎて、日中もさっちもいかないと思うんだけど、うん。まあね、さあどうしよう。意を決して SSD の、まあ、500ギガぐらいの今さ、5000ぐらいで買えるじゃん。5000ぐらいでさ、500ギガのピッて買って、あと、まあとりあえず、私が使いたいと思ってる Linux を入れて、そこからバーチャルボックス入れて、それに、テニー11かなんか入れて、それで、Windows じゃなきゃ動かないときは、それで運用しようかなと思ってるんだ。うん。まあね、いくつもあるわけじゃないんだけどさ、Windows で使い慣れてるソフトがあるわけよ。それに代わるさ、Linux のプログラムが見つからなくてさ、だからまあ、やっぱ Windows が手放せないっていうのはそういうさ、まあ Windows でしか動かないプログラムが昔からあるのがあるっていうだけなんだよね。うん、だって
ぶっちゃけさ、その Windows、そのソフトじゃなくてもいいってことになればさ、なんだってさ、Linux のソフトあるよ。さ、しかもさ、Linux のソフトってさ、基本的にオープンソースだからね、みんな無料だしさ、うん、わざわざ、わざわざさ、有料のソフトを買う必要ないし、まあ、それはそうと、ちょっと話またまたずれるんだけど、もうちょっと時間ありそうだから喋ってようかな。そう。これはもしかしたら明日のテーマかなんかにするかもしれないけど、一昔前っていうか、Windows の XP とかの頃は、フリーソフトがいっぱいあったんだよ。うん。フリーソフト、いいフリーソフトいっぱいあった。でもさ、多分ね、64ビットかしたあたりから、まあ、XP の時代だよね、多分64ビットってパソコンが出てきたのは、確かね、と、64ビットかのパソコンになったぐらいから、フリーソフトがなくなって、フリーソフトが、権限付きになったんでね、まあ、これ以上の権限で使うには、お金払ってください、みたいな、そういう風になってきたの。だから今64ビットで動くプログラムってさ、最初はね、フリーだけども、使っていくと、こっから先は有料ですよみたいなの多いじゃん。だから、これサイトでさ、使うには基本的に有料になるわけよ。しかも5000円ぐらいかな。そう。でもアンドロイドのさ、アプリとかだと、まあ、大体、だからさ、パソコンのフリーソフトってさ、確かに機能はどうかって言ったら、でもね、正直昔のフリーソフトで十分じゃんみたいなのいっぱいあるわけ。だからさ、まあちょっと GPT 使っててもそうなんだけどさ、プログラムの十分でさ、うわぁ、すげえだね。プログラムを十分で作るっていうよりもさ、まあ、AI がさ、作ってくれるような、作れるような時代になってきたしさ、もう、プログラムを作って売ってお金にするというビジネスモデルは、もう終わるんじゃないかな。うん。まあ、残るとしてはクラウド上のサービスで、ここから先は有料ですよってのは残るかもしれない。私もね、クラウド上のさ、クラウドじゃなくて、ウェブ上のさ、プログラムで、お金払ってるのはやっぱり二つあるもん。一つは、AI 系のね、AI で文章を書いてくれるソフト。もう一つは、動画作成使ってるソフト。それ両方合わせてやっぱ、月、2500円、3000円ぐらい払ってるかもしれない。前はね、エヴァノートとかさ、エヴァノートとかもお金払ってたな。でもエヴァノートね、だんだん使いづらくなっていってさ、そう、一人ぼっちで使ってる分にはいいんだけど、複数台とかいろんなのにね、アクセスしようと思うと、まあ、有料じゃなきゃあかんし、有料は有料でさ、なんかね、ちょっと変なの。だからまあね、今のところ、Google Keep で、まあ、って思ってるから、エヴァノートに戻せってことはあんまないと思うんだけどね。そう。うん。まあ、でもローカルで使ってる分には、やっぱキープよりエヴァノートの方が、まあ、便利な部分もいっぱいある。うん。そう。だからまあ余裕があれば、エヴァノートに戻したいって気持ちもあるな。うん。余裕があればね。でも今は、そう、ね、ウェブサービスにさ、1ヶ月5000円も6000円もってのはちょっと私の中では考えられないから、まあそんなもんかな。まあそれくらいさ、まあクリエイティブなことやってる人の中にはやっぱもうオンラインサービス中心でやってる人もいると思うんだよ。私もボットチャットもボットキャストも YouTube も半々ぐらいだもん。半分はローカルの有料のソフト使ってる。うん。アドビじゃないけどね。私はアドビ嫌いなんで。そう、Mac 嫌いなんで。そう、ひねくれ者なんで。そう。なんだけど、
まあ、半分はローカルのソフト。ローカルのソフトも、ほぼ8割がフリーソフト。で、ネット上のサービスも、まあ、ほぼ9割が無料で、まあ、1割ぐらい有料で使ってるって感じかな。そう。まあ、有料のサービスも、まあ、ここぞってサービスが、まあ、大体さ、A、B、C にみたいな段階になってるじゃん。A は安くて、C が高くて、まあ、機能もそれなりにって感じなんだけど、私がさ、使いたい機能は、一番さ、やっぱり、高くないと精一杯使えないようなのが多いわけよ。っていうのは、そうじゃなければ別にローカルでできちゃうんだもん。もうローカルで全然、フリーソフトで、できることが、わざわざ、もっと AI 使って便利になったのが、高い値段でインターネット上にあるって感じなのよ。それだけにね、まあ、これから、まあ、先は、多分、ウェブ上で使える、サービスで、AI としっかり連携を持てるサービスに対してはお金払う人はいるよ。でも、ローカルのさ、ローカルのプログラムでわざわざお金払ってっていう人は減っていくんじゃないかな。減っていくと思うよ。だって私もさ、買おうと思わないもん。うん、便利でも。で、それでいて、世の中さ、OS って、パソコンの OS は以前 Windows 中心だけど、Mac が 10% ぐらいなのかな。Linux は多分 1% 以下だと思うんだけど。そう。でも、基本的にさ、もう、OS 無料じゃん。まあ、Mac はね、Mac のパソコンしか使えないからさ、パソコン買わなきゃダメだけど、Windows はまあ買ってこればついてくるわけよ。もちろんお金も払ってるはずだけどね。そう。まあでも更新は、Windows 10のそのキーでできたりとかね、するみたいだから、私はまだ11使ってないけど、そう思うとさ、もう OS でお金を取ろうっていう時代じゃなくなったと思うんだよね。となるとさ、Android だよ。Chrome OS もそうだけど、将来的に、Chrome、というか Google の Chrome OS が、まあ、Windows に取って代わる派遣につながってもおかしくないよね。まあ、そうなれば Android ってさ、もう、年間何十億っていう風にさ、増えていってるわけだ。それだけに、まあ、Google、やっぱ先見の目が高いんだろうと思う。うん。でもね、やっぱさ、そうなるともう、無料で、軽くてサクサク動く OS になると、やっぱ Linux なんでね。プログラムだって大半が無料だしさ。すると、まあ、私みたいにね、ちょっとひねくれ者で、お金が決してあるわけじゃない。というね、私なんかは、やっぱね、Windows より Linux って選択の方が自然な気がするんだよね。まあ、そんなわけで、すごい風が強くて、すっごい雨になってきちゃった。まあ今日もともと午前中雨の予報だったんだけど、傘持ってこうと思って、傘持ってくるの忘れたよ。まあそんなわけで、今日はこれで終わりにしますか。まあ、お母さんの話から、徐々にずれて、大きくずれて、嵐の中、パソコンの話になったんだけど、明日はね、多分、この、OS の話をちょっと、してみたいなと思ってる。うん。そんなわけで、皆さん、またね。バイバイ。